ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、7月の15日、奈良公園行くはずの日でした。で、昨日からね、ちょっとね、天気予報見てたらね、なんか不穏な感じやった。晴れやったん、先週前まで。ちょっと前までね、週間予報が出てた時まで。やっぱり鹿の支援ってね、天気が左右するから、どっちしてもね、雨降ったら鹿せんべい屋がおらへんのよ。だから行っても鹿せんべい買えへんかったら意味がないから、まあゼロじゃないねんけど、本当にね、いろんなところに点在してんだけど、点在しなくなんねん。何箇所かにはおらんことはないねんけど、でそこでまとめて買っても雨やったらもうニュニュニュになるし、まとめてそこで1万円分とか買われへんから、だからね、まあ鹿ちゃんはおるからね、あげたいのはあげたいんやけど、雨の日はどうしてもね、だけじゃなくね、今回はね、もうなんていうの、ピンポイントで、その時間帯、12時から、4時まで、雨雷と、もう、まあ、仕方なく中止にしたいんだけどね、やっぱり雷は危ないからね、いただきます。うん、あっちゃんだけじゃなくね、一緒に来てもらってる人も、ね、逃げられへんかったら危ないし、でまあ、雷、ね、嫌な人もおるしね、だから、もう早めに中止決めてしまおうと思って、で、中止にしたんやけど、で、ね、前回も雨で中止で、今回もね、雷で中止で、もうどういうことよって感じだけど、嫌われてんのかな。まあね、ちょっと天気を見ていきたいと思います。で、本当にね、みんなから支援していただいてるのはね、ちゃんと取ってあるんでね、早く行きたいなっていうのもあって、だから、ね、奈良公園また行ってきますわ。落ち着いたらね、さっと行こうかなと思って。なかなかだからね、もうほんまはね、結構前もって何月何日行くよって言って告知して、ね、いろんな人にお手伝いね、してもらってね、おせんべいあげるのに一緒に来てもらったりしたらいいねんけどもね、なかなかその、週間天気予報が出るのってなかなか出へんかったです。まあ週間天気予報見てもね、ある程度騙されるんやけどね、前日とかだったら雨に変わったりするからねんけども、それはもう中止にしないの仕方ない。ぐらいの勢いでいかんとね、ただやっぱ一人で行かれへん。一人で行っちゃう。行くとカメラで撮れへんからね、カメラ持ちながら、鹿せんべいをあげながら、カメラ撮らんでええでっていう人もいるけど、撮らへんかったらせっかくね、支援いただいた人の鹿せんべいあげてんのかどうかわからへんでしょ。ただ単にそれであげてきましたよでパクってんちゃうんって思われても嫌やしさ。まあ嫌だけじゃなくね、まあ、あちゃんは別にね、その分ちゃんとしてるから、後ろめたさはないけどね、せっかくいただいたのにね、支援していただいた人の分までね、鹿ちゃんにこうあげてきて、その分動画にしてお返しするっていうのはね、みんなへのお返し、支援のお返しっていうのは動画やとあっちゃん思ってるんでね、だから動画にせえへんかったら意味がないと思ったりもするんやけど、そんなこんなでね、今日ほんと行きたかったんやけどね、まあ今はね、曇りどんよりしてるの、朝からちょっと降っててんけど、まだどんよりしてんだけどもね、なんだろうねって感じでね、まあでも今ね、なんかその夕立みたいな局地豪雨っていうのかな、もうほんまにね、ドゥワーってバケツひっくり返したみたいなねっていうのをよく言うけど、何もなかったね、急にちょっと暗くなってきたなと思ったらドゥワーって降ってきて、でピタッてやんで青空になったりね、で雷もね、もう目の前に落ちるぐらいの勢いで近くにドッカーンと落ちてね、でまたピタッて止まって綺麗に晴れたりするの、そんな変な天気。だからね、気ぃつけなあかんし、雷は本当にね、危ない、危険やからね、特にああいう公園ってね、高いところに落ちるって言うけど、木に落ちんねん。で木に落ちたら木でアースするんじゃなく木から走んのね、だから近くに木の近くにおったら自分に雷飛んできたりするしね、でそんなんもあるじゃんね、急に鳴り出したからって逃げることできへんねんね、公園広いしね、建物の中、建屋の中入ったら安全やねんけど、建屋とか車に入ったら安全やねんけど、車にはね、雷落ちてもタイヤから下にアースするって言われてるから全然安全やね、あっちゃん目の前の車落ちたら見たことあるからね、何もなかったね、走っとったけど、だからそういうのもあってね、雷は危ない、だからね、あっちゃんだけの活動じゃないから、やっぱりみんなに手伝ってもらう時にね、危険を生じたらあかんなと思って、こうやってね現地まで行ってみるとかギリギリまで粘ってみるとかってしてもよかったんやけど、それする意味もないかなと思って、逆にもうね、こうやって早めの決断した方が安全を取らないとねと思って。ということでね、今日はね、ちょっとね、あっちゃんお買い物行ってこようかなと思って、今日帰りにね、お買い物スーパー寄って買ってこようと思っててんけど、だからもうお買い物はどっちにしても行かなあかんから、だからまあね、その行ったついでに買ってくるっていうんだけど、わざわざまた山降りのめんどくさくなってね、でこの前タコ飯したでしょ、あれたこ焼きしようと思って買ったんだから、イカが、たこ焼き食べたいからタコ買いに行かなあかんね。ね、タコ買いに行って、今日の分はね、今日は自撮りがあるから、もう一日ずらしてもいいんやけどね、明日行ってもいいんやけど、明日金曜日でしょ。金曜日に行って、明日行こうかな。今日もめんどくさいな、雨やしね。明日は晴れなんよ。どういうことって感じだね。まあ、晴れたら晴れたで暑くてもうめんどくさいけどさ、明日はね、晴れじゃない、曇りか。明日曇り。土曜日が晴れや。明日はね、曇りで、朝からずーっと曇りで30度。明日にしよう。今日は買い物やめた。明日金曜日でしょ。だから金曜日。でも明日ね、ゼルダが出るからね、ゼルダのライブ1日できたらやりたいなと思ってたんやけど。まあ、いっか。明日買い物行って、ゼルダは。今日買い物行って帰ってからしてもいいし。まあね、明日金曜日でしょ。だから子供ちゃんゼルダとしては子供ちゃん向けなところもあるけど、まあ子供ちゃんあっちゃんのところに来てくれるかどうか分からへんけどね。だからゼルダを配信してで、あさってしあさって19日までね休みでしょ。だからちょっとあっちゃん20日予定入っちゃったんで20日はダメやねんけども、だから20日予定昼から入ってるから、その予定の後お買い物してくるって帰ってきてもいいしな。でやから明日買い物行ったら1234日分ぐらい買ってきたらいいね。で4日分ぐらいかまとめて買っといたらなんとか買い物行かんですけど、もう今週末また出ていくのやめようかなと思って、ね。まあ、最近ほんまに外に出やんくなったわ。まあね、ちょっとね支払いの面もあってね、お財布が薄っぺらいっていうのもあんねんけどもね、外に出たら出ててお金使うだけやしね。だからもう出かけるのやめて、だからね今月唯一のねお出かけ予定の鹿がね、だからもう本当に家でできることになってきたらね、ゲーム配信力入れることしかなくなって思ってたらなくなったわけじゃないけど、まあどっちにしてもね YouTuber として頑張っていくので、今日言うて今日の日銭を稼ぐんじゃなくね、何ヶ月何年先を見越して今一個一個石積んでいかんとね、大きなものを建てるにも一歩一歩の石積みから始まるからね、そこからやっていこうかなと思ってんねんけどもね、だから今日は出かけお買い物やめた。はい、ということでね、お買い物リストだけ書いて、もし最悪もし行くんやったらね近くの奥は行って、奥は3区灰原にあるね大久保がね、そこ行ってタコとお肉だけでも買って2日分ぐらい買うときゃ、金土しのげる。で日月は宇田緑買いに行ってもいいし、山降りて20日飛ばして2122ぐらいに買い物にしてもいいしね。そんな感じでね、あっちゃんは臨機応変に動くタイプなんだよね。まあそんな感じで、またお魚食べたいんだけどね、お魚もまた考えよう。なかなかね丸々さ売ってるところってバグリンぐらいしかないねこの近くに。だからまあまあ行ってきますわということで、7月結局どこも行かれへんだな、いろいろ行きたいなということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、まあしかちゃん行きたかったけど行けへんかったしょぼぼんなあっちゃんでした。はい、ということでね、また今日もいろいろやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。家におってもね時間持てますだけやねんけどね。